参院選に向けた党首討論が放送された2022年6月16日の報道ステーション、テレビ朝日系で NHK 党の立花孝志党首の言動をめぐって完全に放送事故などとツイッターが騒然とした。立花氏はテーマにそぐわない発言があったとして番組を途中退席している。画像、テレ朝からの事前通達文、追い出される前に自ら止めます。旧党首による討論中、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、国民の安全どう守る?というテーマが提示された。NHK 党としての回答は、NHK をぶっ壊すだった。リモート出演していた立花氏は、テレビをご覧の皆さん、テレビは核兵器に勝る武器です。テレビは国民を洗脳する装置です。テレビは、国民が知るべき真実を隠していますなどと語り始めた。立花氏は事前にプロデューサーよりテーマと逸脱した発言をした場合、スタジオから追い出される可能性があると伝えられたとして不満をあらわに、立花氏が発言を続ける中、大越健介キャスターがおっしゃる通り、認められませんと遮った。立花氏は大越キャスターが静止する中そのまま話を続けた。立花氏は、追い出される前に自ら止めますので、YouTube で、私の発言をさせていただき、と YouTube で続きを行うと予告した。画面が切り替わると、立花氏は、席からいなくなっていた。その後、CM 明けに、小木一平アナウンサーが、立花党首は自ら退席されましたが、このまま8党の党首の皆さんと議論を続けていきます、と伝え、立花氏以外の8党首で議論が進められた。SNS では驚きを持って受け止められ、これ完全に放送事故だろ、といった反応が続出した。みっともないから追い出される前に。立花氏は番組を退席後、テレビ朝日のビルから帰宅する車の中から、テレビ朝日からの圧力と題して、YouTube 制配信を行った。番組から届いたという書類を公開し、テーマから逸脱した発言があったら、しかるべき対応をしますなどとする文面を読み上げた。政治家に対し、テレビ局の指示するテーマの通りの振る舞いを強制するのはおかしいとした。国民民主党の玉木雄一郎党首には、こうした書類は届いていなかったとして、番組への苦言を呈した。